一般的なフェンダースタイルのピックガードと取り付け用のネジなど、写真のピックガードは東ドイツのムシマというメーカーのもの、スクワイアストラトキャスターの大きなピックガードピックガードはギターやマンドリンク等の弦楽器においてボディ上弦の元に配された合成樹脂等の薄板である。主目的は楽器の塗装をピッキングによる傷から保護することである。英語では スクラッチプレートとも呼ばれ、フラメンコギターでは、ゴルペイタ、ゴルペアドルと呼ばれる。またフィンガーレストと呼ばれることもある。実用目的以外に、楽器の就職のために使用されることもある。またしばしば、ボディカラーと対照的な色が用いられる。合成樹脂のほか、アクリル樹脂、ガラス、合板、折物、金属や真珠外、模造真珠等が使用され、高価なギターでは、 エキゾティックウッド、毛皮、比較、宝石、貴金属、真珠やアワビ真珠といった贅沢な材料も用いられる。中でも合板はかなり一般的であり、その枚数はプライで表される。しばしば異なる色の板が重ねられ、例えば白3プライなら、白、黒、白の3枚板であることが多い。また、1プライと表記されていれば、それは、 単版のことである。ピックガードはサインを書く一般的な場所でもある。サインされたピックガードは取り外して他のギターに取り付けることも容易である。様々なデザインや形状があるが通常はヘッド形状とのマッチングが考慮される。双方とも製造元のロゴや商標が記されることがある。アコースティックギターのピックガード激しいピッキングは 表版の塗装を簡単に傷つけてしまう。アコースティックギターに取り付けるピックガードは通常 2mm ほどの薄いプラスティック板でサウンドホールの真下に接着される。ボディの共鳴や音色、音量を変えてしまうので素材は厚すぎたり重すぎたりしてはいけない。初心者が言ってはならないが傷ついたピックガードは専門家によって取り替え可能である。マーティンの古いギターで 黒いピックガードが反り、円がボディから剥がれることがよくある。これは通常問題とはされず、楽器の個性となっている。クラシックギターは通常を指で弾くので、ピックガードをつけることはけうである。ただし、フラメンコギターは激しく書き鳴らし、ボディを指や爪で叩くのでサウンドホールの上下にピックガードがつけられる。これはタッププレートあるいはゴルペイタと呼ばれる。 フェンダーリードのピックガード裏フェンダースタイルのピックガードはストラトキャスターやテレキャスターのようなソリッドボディギターに近づけされる。フェンダーギターはボディトップに先行されているので、それを大きなピックガードが覆っている。ピックアップ、ボリューム類、スイッチや配線といった多くの電気部品がピックガードの裏に取り付けられ、この設計は ピックガードを外せば修理が簡単にできるようにしている。ギブソンスタイルのギターの修理は面倒で、特にアコースティックボディのギターでは内部パーツには F 字項を通じてアクセスするしかない。サインとロゴの入ったエピホン、ジョーパスエンペラーのピックガードギブソンレスポールのようなカーブドトップのギターではピックガードは高さ調整可能な金属ブラケットで持ち上げられている。この設計は ギタリストのプレイポジションに合わせた高さに調整可能にし、ピックガードを指を休ませる場所にすることもできる。通常、電気部品はこのタイプのピックガードには取り付けられない。カスタムピックガードが様々な素材で作られたのと同時に大量生産メーカーはいろいろな合成樹脂を使用している。一般的な素材を以下に挙げる。非常に燃えやすい。 楽器の近くでタバコを吸うミュージシャンは火の不始末によりすべてを燃やしてしまうことがある。溶剤ベースの合成樹脂なので経年収縮の傾向があり縁が沿ってくる。これはボディ材にストレスを与えひびが生じることがある。これは古いマーティンギターでは顕著である。エレクトリックギターでは古いピックガード収縮ストレスによりネジの周辺にひび割れを生じることがある。 ソリッドボディのエレクトリックギターでは独自デザインや素材を欲するユーザーにより改造が施される最初のポイントとなっている。多くの企業がユニークな取り替え用ピックガードを用意している。ピックガードは設計上意図的につけられないこともある。例えばサスティーンを重視するネックスルー構造のスーパーストラトでは合成樹脂パーツを持たない傾向がある。 音を悪くする要素はすべてギターから排除されている。ありがとうございます。